シス誰も知らない狩人ことイカレタコスケです。まとめというか、まあ、今この限定期間中に期間限定中にやっておいた方がいいことをちょっとねたくさんありすぎるんでとまとめてみました。まあ、とりあえずイベントクエストのね、あのラージャン2頭であったりブラキディオス歴戦とかね、その辺はまあ皆さんやってらっしゃると思うんです。まあ、それからバウンティーね、バウンティー、ここ結構ややこしいよね。バウンティーでこの配信されてるバウンティー毎日来るわけですけども、この中にきらめきチケットとあの万福チケットもらえるようになってますね。そして万福チケット5枚をまず曲が止まった鍛冶屋に持って行って、このウーロン防具を揃える。そしてこのウーロンの防具を揃えたら、ウーロンの重ね着を手に入れるために万福チケット SP というものをゲットしなければいけない。そしてそのためにはこの装備を装備したまんまクエストに行かなきゃいけないんだね。結果的にマスターランクのクエストなら何でもいいわけですけども、下位上位の救援でもその万福チケット SP はね手に入るみたいです。そして今この間昨日か動画でもご紹介しましたけども、一番効率がいいと言われているのがこちら、キブクレペンギン捕まえた。詳細内容の方はね前の動画見ていただければと思うんですが、まあ、これが約1分以内でクエストが終了すると。でマスターランクのクエストなんで万福チケットが手に入るのと、あとこれレアなんぼかな、11まで10までのあの複合装飾品が確率で結構手に入る。でこれ繰り返しておくと、いいことあるよミスタードーナツということでございます。そして万福チケットをもろもろね、チャームも使うらしいね。チャームも使うらしいんで、かなり20何枚使うのかな。重ね着、チャーム、家具、納品による家具でたくさん使うんですけども、まあ、それでも余ってしまったらというか、もうそのためにね回してもいいんですけど、こちら調査団の錬金術、ここにですね鋼の錬金術、銀の錬金術、金の錬金術ってあるんですけども、まあ、これまあマスターランクガンガン進んでても初期の頃から装飾品集めてる人にとってはそんなにすごいのは出ないんですよ。金の錬金術でレアの高い複合装飾品がまあ出ますよぐらいなんで、そこまでじゃないです、このレア度からすると。ただ装飾品を持っていない、もしくはアイスボーンに駆け足で来てしまった人はこれはねやっておくべきですね。これ、ね、いっぺんに40個はできるんですけども、この通り体力、持続、耐震、治癒、耐絶、毒瓶、まあ、こんな感じで、ワールド時代のレアなものがバンバン出ます。で銀の錬金術もこのワールド時代の、すごくレアな超真珠とかかな、がボンボン出るようになっております。でですね、金の錬金術をするためにですね、これ、金の錬金チケットを万福チケット SP10 枚と交換することができるので、先ほど言ったキブクレペンギンであの複合装飾品を集めつつ、こちらで余った分はあの消化して、まあ、万福チケット SP を10枚使って金の錬金チケットに変えて、さらに複合装飾品と交換すると。これが今一番いいループなんじゃないですかね。で鋼と銀のチケットはどこで手に入るかというと、これねもうここで消化しておくべきだと思います。特に装飾品足りない人、こちらここに、まあ天の竜神手形も入ってますけども、金の錬金チケット、銀の錬金チケット、鋼の錬金チケットとありますが、まあ金の錬金チケットと天の竜神手形は今これどれぐらいの確率になってるか、お祭り中だからなんか変わってるか分かりませんけども、私かなり回したけど、おそらく最初の確定1枚ずつ天の竜神と金の錬金チケットはもらえなかったんで、まあ銀の錬金チケットと鋼の錬金チケット狙いでこれを回しておくのが基地かなと。たくさんあの備蓄燃料とか自然発生燃料が余ってたらね、ここで使って、向かう足りてない、私もねなんだかんだあのワールド時代の装飾品
足りてないのあったからね、入ったからね、数が足りなかったやつね。なんでゲットしておくのがいいかなと思います。それから忘れてはいけないムフェとジーバです。こちらもね、期間、まあまあ1月、あ、でもそんなないか、どうだろうね、期間限定になってますんで、1月何日までだっけ、1月の半ばだか前半ぐらいには終わってしまいますんで、今のうちに回したい人は回しておきましょう。というのもですね、ワールドの時もそうでしたが、クリスマス、年末年始は結構1日限定イベントとかぶっ込んでくるんですよ。なので、しかも結構周回が必要なやつね、が来たりするんで、もしその辺の休みを狙ってムフェトを回そうかなって思ってた人は、そっちにね時間持ってかれる可能性がありますので、もしムフェト回す時間がある人はムフェト回しておきましょう。ムフェト回せないというか、まあムフェトまだ行けないしっていう人は、さっき言った気膨れペンギンを高速周回して、もし足りてなければね、複合装飾品なんかを集めておくといいかもしれません。さて、イベントクエスト下位上位のおすすめというか、やっておいた方がいいかなってとこですが、まあアイスボーンまで来てしまえば、セリエナの方まで来てしまえば、これよりも美味しいクエストはあるんですけども、現状まだちょっと厳しいよっていう人たちは回しておいたらいいかなっていうのが、まあモスはモスでもモスのモス、これは今年のね頭にやってきた激うまクエストとなっております。これ何が美味しいんだっけ、お金だっけか、お金と10鎧玉かなんかが美味しいんだっけね。なんで気になる人はやってみてください。あとはこの報酬で特別なチケットを配出するとかね、でもこれ書いてないんだよね、ハンターたちの長い夢とか。でこの辺の武器はこちらのイベント中の、なんていうの、イベント中にやっとかないと次いつ来るか分かんないんですよ。なぜかモンハンのイベントは上位のクエストが来ても下位のクエストが来てなくて武器が作れないことがあります。今ね作り忘れてる人もいるかもしれませんので、今のうちにちょっとこれはね、マスターラングの人も作っておきましょう。早い段階で使える MR 武器の中では強い方の武器が作れるって感じですかね。ね、ノラの神王とかね、このノラシリーズもそうですね。この辺ももうすぐあれ来ますから、このマスターランク級のホラゼロコラボ用の武器とかね、試練もそうか、だこの辺一連、一応こなして作っておきましょう。コードレッドはどうだろうね。まだマスターランクの方は出てないけども、でもおそらく来そうな気がするね。マスターランク用に。だって、ベヒーモスの武器なんかももうマスターランクの、強化先出てますから、この辺も作っておいた方がいいんじゃないかな。もう今更だよって思ってる人でも一応作っといた方がいいと思います。はい。これもそうだね。レーシェン。レーシェンも、まあ、レーシェン強いけどね。マスターランクの武器手に入れるようになったら、上位の上位じゃないけど、強い方のレーシェンも、なんとかね、倒しに行ければなという感じじゃないですか。ウィッチャーの銀の剣とか、強化先出てますから、もしかすると、双剣の方も、もう出てんだっけ、双剣の方もね、強化先ね。まあ、双剣なんかもね、強化先出てます。おそらく結構強いと思うんでね。そのあたりですかね、特別なクエストをやっておきましょう。これとりあえずやっといた方が絶対装備作っといた方がいい。どこでね、違う武器使い出すか分かんないからね。あとはまあ、歴戦シリーズですか。そう、歴戦シリーズスルーして MR に来たけども、歴戦はまあ、作ってもなって思ってる人もいるかもしれないですけど、一応歴戦も作っておいた方がいいかもしれないですね。何枚かチケットね、お遊び感覚でね、どこで使うか分かんないから、本当にどこで使うか分かんないから。とりあえずチケットだけでも集めてもいいかもしれない。そして、マスターランクのイベントとなっております。まあ、キブクレペンギン捕まえた先ほど言った通り、まあ、装飾品が欲しい人は、これガンガン回しておいていいかなと。最高レア出ないかもしれないけど、でも私は全然足りてないので、キブクレペンギンを回したいと思いますよ。あとなんだろうね。ハンターたちの長い夢2とかね、この辺ですけども、まあ、とりあえず今回のイベントとしては、どれだ?さっきの気膨れペンギンと、RE、戻り来たら生物災害。これをね、この間来たばっかだからね。いてついた大地へ、生き残り、ホラゼロコラボですね。まあ、全部だから右下の方に、報酬で特別な素材排出と、まあ、マッスルボディ、力こそラージャンと間違いないように、あとこれね、
あの傷跡は理不尽と暴虐の子、傷ついたガルルガが来ますんで、傷ついた降格が欲しい人はぜひといったところ。あれ、なんかスルーしてんな。どれだなんかスルーしてるぞ。これしかないわけないだろ。炭鉱あったろ。あ、鉱山粉砕、これも今回のイベントになってますね。鉱山粉砕、あと首元冷えるか。首元冷える。鉱山はね、鉱山粉砕は結構強いのでお気をつけていっていただきたし。どこだ、あ、これだ。交流キタリーナは、キタリナバー、首元サムシですか。これで、あの、かっこいいマフラー手に入りますんでね。まあ、新しいクエストとしてはこんな感じでございましょうか。というわけで、まあ、今回ね、やっておいた方がいいよっていう、内容でしたね。だいたいまあ、こんなもんだと思う。もっと全然やっといた方がいいよっていうのがあったら、コメント欄によろしくお願いします。それでは、誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ